こんにちは。さあ、本日はですね、何をするかと言いますと、本当に私事で申し訳ないんですけれども、1月の末あたりから、オミクロン感染ということで、10日間、隔離ということで、振り返ってみて10日間休んだのっていつぶりかなと思って遡るとね、ちょうど20年前バイク事故、東京女子医大で、一般病棟移ったあれ2、3ヶ月、だから10日なんてもんじゃなかったでしたけど、あの時にずっと休んで以来のこの長期10日間って、だから久しぶりに10日間パジャマを着たというね。ほんであの頃は、まだね、何もタブレットなんてなかったから、ね、そうですね、こんな動き年に1回2回するかどうかぐらいじゃない。いやほんまに今みたいにこの動き頻繁に出たの当時ルー大柴さんぐらい、ね、高橋洋介さんかぐらいの時期やから、忘れもして暇やろっつって、渡辺篤、後の世界の鍋やつ、後の桂三郎がね、テレビディオを持ってきてくれて、病室に、それがもう何より嬉しかったと思います、ありがとうございます、これももしよかったら見てっつって、新生さんが監督した「風スローダウン」、最後に主役が事故ってバイクで事故るっていうね、みたいなちょっとしたジョークも添えて。ね、みたいなことを思い出しました、けど今やもうあまたいろいろこの1枚あればテレビあればいろんなサブスク、いろんなエンタメが本当に楽しめるということで、いろいろ症状大変だった方には申し訳ないんですけども、全くの無症状やったので、久しぶりにゆったりとした時間を過ごさせていただいて、何してたかというと、もうほぼほぼ映画を見てました、ということで、本当にこんなことやっていいのかあれですけど、もう今回、やらせていただくのは、第1回自宅療養映画賞、いろいろ見ました、で映画だけじゃなくて海外ドラマなんかもちょっと見たので、それはもう省いて、今回は自宅療養映画賞。さあでは早速ノミネート作品ノミネート作品16作品となります。こちら、最強のなり役人で万引き家族、フロムダスクティルド、罪の声、グリーンブック、三島由紀夫 VS 東大全教頭、凶悪三崎の兄弟、コミック雑誌なんかいらない、22年目の告白、サマーウォーズ、カシムズ・ザ・ドリーム、彼女がその名を知らない、鳥たち、タクシー運転手、なぎまちという、もちろん過去に見てて、久しぶりにちょっとこんな時やからこそ見てみようかなみたいなね、こともありますし、今万引き家族なんか俺見てなかったんですよ。はい、見てそうなんだ。はい、見てなかったんで、とかっていうのがあって、これが私の オミクロン中に見ました、このパジャマで、シネマザオミクロンで見た。サマーウォーズも初見だったと。はい、はあ、そうです。キネマコビットで初めて見ました。キネマコビットでこれが、それはコビット、はい、というところで、勝手に賞を、アニメ賞、ドキュメンタリー賞、助演男優女優、主演男優女優、監督作品と、やらせていただきます、さあでは早速、いいでしょうか、まずはアニメ賞、アニメーション、今回、受賞されたのは、サマーウォーズ。おお、まあ、今回自宅療養映画賞、ノミネートはアニメ作品でも、俺なんか聞いてたよ、昔から、昔から聞いてた、なんか言うてんだよ、俺そんなにこうアニメに明るい方じゃないから、まあよっぽど時間あったらぐらいの感じやってんけど、あ、ちょうど見ようと思って、全然振るないな、
だいぶ前やね、俺勧められた。10年前ぐらいじゃない？この10年のデジタルの進み方ってすごいやん。それでも古くないし、めちゃくちゃ面白かった。これはだから当時走りやったと思うけど、そのまあアバターが勝手に暴れ出して、ある、まあところを攻撃してくる、それになんとかみんなで知恵出し合って、ただただ夏休みに帰る実家大金持ちのところにひょんなところでついてきた少年がなんとかしてそのみんなを守れるかみたいな、ほんで最後はおばあちゃんからのみたいなところで俺めちゃくちゃおもろかった。でこれが今見て古くないということに驚き、だから俺みたいなのデジタルにちょっと疎い人間は今見てちょうどよかったかも。もう公開してすぐぐらいやったらまあわかんねやろうけどちょっと、どういうことみたいな、どっか他人事やから。今までのデジタルは近いから本当、山下達郎さんもいや素晴らしかったです、これだから16作品ノミネートされてるの、全部見てある人も見てあるやろし、もしかしたら1本も見てあらへん人見てあるかもわからないから、そうですね、俺はでもこれどういうあれで見たのかもわからない自分自身も、長く聞いて片隅にとか、あとなんかおすすめみたいなんで出てきたりとか、っていうこともあるやろし、なぜこれを見たのかは自分の中でもちゃんとこういうことでっていう説明はできないんですが、さあでは続いてドキュメンタリー賞です、受賞3名は三島由紀夫 VS 東大全教徒。頃の映像っていうだけで若干もうちょっと反応した4部ぐらい4部ぐらいって言われて、当時の映像、当時の映像で、ね、TBS さんが持っててっていうのを公開されて、まあ簡単に言うと東大に1000人集まってる中に西村雄が一人で乗り込んでいくっていう、実話、実話、実話です、ドキュメンタリーですからね。このやっぱドキュメンタリーの面白いのはこれだけの時間が経ってて、当時その行動、東大の行動に集まってた人たちも出てくるし、そこに教壇に立って三島由紀夫と対峙した東大生も今70いくつになってっていう出てくるし、であの時は千人集まるところに三島由紀夫一人で乗り込んだと言われてるが、何かあったらやばいって言って何人か護衛込みで、三島由紀夫側で入ってた人間もいて、その人たちも出てきてみたいな。唯一になるのがこの三島由紀夫っていう、っていう状況で、俺らその東大のその教壇に立って三島由紀夫はこうでこうでこうだっていうことを喋ったり、あの待て待て待てみたいなことをよね頂上発信やってる中に、その当時の映像でめちゃくちゃ洒落たチェックのパンツだったかな、俺の記憶では、の2歳ぐらいの女の子を抱いてタバコ吸いながら「いやあんたね」っつってめちゃめちゃ押されてた東大生が、そいつの登場によって結構俺の中では三島由紀夫がうってなるところがあるわけや、で子供抱きながら「いやこうこうこうでこうであなたにとっての天皇はいやだからそれは物質的なことね」とかでやるやつが出てくるんだよ。で「ええええみたいな、あでわーって喋って、もうなんか面白くねえからもう、じゃあもう帰るねって帰んねん。でパンって変わったら70いくつのその人がドーン映んねん、芥田雅彦かな、劇団やったり役者やったりしてあるんだけど、その人の今の顔がめちゃくちゃかっこいい、
マジで男はその年の重ね方が顔に出るってほんまにこういうことやもん。めちゃくちゃかっこいいね。本田義雄さんがあの東大で自決っていうの聞いた時どう思いましたか。大願成就したなと思ったねむちゃくちゃかっこいいね。もし俺がいつか何かで映画を撮るとなったら、うん、絶対出てもらいたいな。へえ。なんかそれこそ芥川龍之介みたいな感じもあり、藤達也さんみたいな感じもあり、あの人の顔を見るだけでも価値あると思う。めちゃくちゃ面白かった、ね。さあでは続いて、助演男優賞。映画なんて何で出来上がってるって言ったら助演で出来上がってるわけやから、うん、な、うん、ゴジラ見てみ、うん、あれを主演としたら助演がどうするかだそんな中いろいろありましたが助演男優賞、うん、松坂桃李さん。おなんか俺のイメージなんか勝手にイケメンみたいになってるけど、それを完全に凌駕するあの芝居、いやすごいな。コロナの G2 もさ、もう役所広司さんの後でちょっと線としても細いし、それえどうみたいな感じはちょっと俺見るのあってけど、もう難なくやし、このね、彼女がそののを知らない鳥たちっていうのに出てはんねん。その松坂桃李さんめちゃくちゃやねん。主役の女性がちょっとクレーマーみたいなことを言う、私の大切な腕時計壊れてどうしてくれんねんが、ちょっとこれ半分クレームみたいな、クレーマーやねんけど、それを丁寧に対応する、店員としてくるんだけど、で文句言ってちょっとどんなやつか見たろうぐらいの感じで言ったら、え、男前なんかいってなって、うん、そっからそのクレーマーがちょっと心を奪われて、ほんでもう抱かれてみたいなことがあんねんけど、めちゃくちゃ悪いやつや、めちゃくちゃ悪いやつや、うわ薄味であればあるほど悪いなこいつっていう悪さがこう研ぎ澄まされるというか、うん、豆腐を塩で生かす感じ、いらんこと一切せず、大きな表情動き全くせず、うわ味覚研ぎ澄ますなみたいな、こいつ悪いやつやな、めちゃくちゃええ、いやこの人すごいわ、はい、ということで、助演男優賞、こんなこと勝手に言ってていいのかさあ続いて助演女優賞、これはもう今さらお前が言わんでも もうみんな言うてるわって話ですけど、改めて、助演女優賞、安藤サクラさん、うん、あ、いや俺見てなかったよ万引き家族、うんうん、なんかそんなんあるやん、うん、見よう思って、うん、なんかタイミングがうまいこと合わへんくて、うん、今まで来てて、で今回いっちゃん最初ぐらいに見たんちゃうかな、うん、あの自宅療養ってなって、うん、やっぱすごいな、うん、この人の100円の恋ってね、はい、ボクサーの俺なんかボクシング好きって、うん、結構ボクシング映画冷めんねん、うん、そういう部分もなくすごいな、とりあえずこの人のなんていうかな、まあそんなテクニカルなことじゃなくてもう内面の話やけど、泣く女優さんすごいな、泣ける女優さんすごいな、わかるけど泣いてないように見せるお芝居、めちゃくちゃ泣いてんの、泣けるかどうかみたいなところに重きが置いてる歌部分も、俺みたいなそのまあ役者としては素人にとっての涙って出た出た出たみたいなところがあるんだけど、もう出てないってするって、うん、なんかなんやろね
落語の落語家のもう先っちょまで行った人みたいな、そのお話が面白いんだって、笑いが欲しいんじゃないねん、だからうんちょ笑わんといてほしいねんぐらい、話家の一番先っちょみたいな、なんか分かるけどね、すごいわ、すごい。で何なんだこの人、顔全くずっと一緒やのに、めちゃくちゃ可愛い役できるし、そうでもない役できるし、だからほんまにもう女優としてものすごい顔面の持ち主だろうな。たまにこうあれやん、助手とか言ってさ、こうとかなんかすごいこう生活水準の低いところにポツンといる人が、いや綺麗すぎるやんとかな、せめて髪の毛セットすなよとかさ、ちょっと障害、知的障害者やけど、サバンですごい一個の部分だけが研ぎ澄まされててみたいな役やる人が髪の毛めっちゃ決まってたっすね、なんでやねんみたいな、ね、こうリアルにどんどん地球上どこにでも入れる感じのあれじゃない。さあそして、監督賞、監督賞は、白石和也監督です。これなんかね、これ4本かぐらい見てんねん。おすすめとか回ってきたのもあんのか。凶悪でしょ、彼女がそんなおしゃれな撮りだし、で、なぎまち、よかった。凶悪も良かったしね、あのなぎまち、香取君がね、やってはって、なんかこういわゆる TV スター、ザ・アイドルっていうのを全部取っ払った感じで、ギャンブルをやめきれない男っていうところに、内縁の妻が亡くなり、ちょっと疑われてみたいな、そんなわけないやなって、いやいやもう本当みたいな、田舎に引っ込んだ内縁の夫とって、内縁の夫が香取君を一緒に行った、あそこでその行った奥さんが亡くなった、ああみたいな、お前だったんじゃねえのみたいな、ズーズー弁の三浦正樹、三浦もめちゃくちゃ良かった。あと彼女がこれのね、めちゃくちゃ良かったよ、彼女がその名を知らない鳥たち、めちゃくちゃ良かったよ、唯一タイトルが全然覚えられへん彼女がその名を知らない鳥たち、っていう映画のタイトルが全然出ない俺たちやこれは良かったなぁ、もう賛否どうなるわからん、俺はもう最後の爽快感、うわー、なるほど、気持ちいいな、そうあってほしかったなみたいな方に、俺が結構好きな方のあれで、大変な生活を送りながらっていう男の、どうしようもない男を阿部サダヲさんがやってたんだけど、これなんか見てたらまだ関西の話やし、阿部さん関西じゃないやんっていうのもあるのか、見てたらだんだん水玉レッポー隊の剣に見えてくるもうこれもう俺なんかこう剣がやってもよかったんちゃうかなって思うぐらいなんかね、感じの阿部サダヲさんがほんまにもうどうしようもないっていう。さあそして主演女優賞、これも迷ったんですけど、迷ったんですけど、やっぱすごかったな主演女優賞、蒼井優さん、彼女がほらもう一名知らない鳥たち、もう鳥たちにします、もう、どこの人、関西ちゃうでしょ、この人、福岡、はい、九州、はい、九州、もうむちゃくちゃうまいね、
関西弁、うん、それももう関西弁喋ってますじゃない関西弁というか、うん、さーまーっとしててでもむちゃくちゃうまい、うん、すごいなこの人家帰ってこの人いんやろ、うん、山里、うん、すごいな宮本から君へもすごかったけどこれどっちが先か分からへんけどまあそういうちょっと性的なシーンも多い中、うん、そのなんかねまあそれはもちろん監督さんの撮り方もあるんやろうけど、うん、逆にそのなんていうかな変な意味じゃなくて、うん、映画見てていやそのなんていうのとっさき乳首を見たいわけじゃないんだけど、うん、この映画のこの役やったらもう見えてないことが不自然やだから映画のために見せろよでもしその覚悟がないならもう断りあってええのにみたいな映画がまああんねん、うん、俺この間もあってもうそ別にそんなね報道士だってこの人の乳首みたいじゃん、うん、その必要以上にこう隠されてる感がもうすごい邪魔してる、うん、でもねこれはもちろん監督さんの解答もあるしだからほんまにそういうシーンも多いんだけど何も出してはらんや、うん、出してないんだけど、うん、もうすっごいそれがこう逆にいいというか、うん、すごいすごいなと思うわあすごいわさあそして、うん、主演男優賞はいこれはですね魔導作おおこれはなんでやねんって言う人いるかも分からんけど、うん、じゃあ俺もやっぱもうすごいツボやねんこれ悪人伝、うん、ね、うん、悪人伝ってまあ言ったら、無差別殺人犯コーンって車ぶつけて「おいおいおいだって何仕事でんねんお前これはぶつかっても警察用か」みたいな時にバーン殺すっていう連続殺人犯、うん、ほんで「うんこーん」の「ああお前ええわ兄ちゃん行け」っていうのがものすごいでかい組織のヤクザの組長だよ、うん、でコーンってつけて降りていたのがこのそのまあ同族、うん、もうもともとボディービルダーやってんだよ役者やる前、うん、もうこんなやねんものすごい可能性やねん。で、俺的にもう行けって、そいつが刺しに行く、なしてんねん、なしてんねん言うて、初めて殺せなかったね。で、こいつがこいつを見つけるまでっつって、警察と俺ら手組んで、こいつを探すっていう。うん、でもこいつが、もう秋山に見えてしゃあないよ。梅宮さん、なき今、もう次、マドンソンであの T シャツやったほうがええんちゃうか。まあ、俺それドキュメンタルでやられたらもう一発退場やまあどうそくのかな、うん、ちゃんとした映画の面白さも面白いんやけどなんかねでも体もおもろいねめちゃくちゃ強いんや新幹線に出てる新幹線出てるね、うん、あの韓国のゾンビそう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 ちょっとだけ思うのは、うん、あの俺今回分かって、うん、16本映画見て、うん、俺、うん、カーチース嫌いやねんカーチースって移動手段やから、うん、この場からなんとかあっちに行かなあかんっていう時に使う、うん、だからカーチースだけを使ったカーチースをテーマにした映画は好きやね、好きというか、うん、ね、うん、スピードとかさ、うん、スピードは見てないけどスピードとかタクシーとかさ、はい、ベイビードライブとか、ね、あれもそれに重きを置いたあれやんか、うん、なんかカーチェイスがあんまりね俺は好きちゃうんだよな、うん、もうじゃあもう終わった言うてみたいな感じなんだでちょっと悪人伝もちょっと多めだけど、うん、でもその向こうにマドンソンってさあそして、第1回自宅療養映画賞作品賞は
ザキの兄弟です。これももう聞いてて、聞いてて、見れてなくて、で、まあ、今回特にその探すを見に行こうと思ってて、ほんで探すで監督が一緒で、ほんで探す見る前に見ておこうと思ったら結局外出れなくなって、でまずゆっくり見させていただきましたけど、これはすごかった。だからこれに出てある俺、主演の男優さんも女優さんも初めてやったから知らんかったけど、だからほんまに主演のとこに女優なんて、ほんま青井優さんとそういう人迷ってたけど、もこの人ってちょっとその知的障害者やけど、えこの人ってほんまの人なんぐらいの、新人の監督がそういう人を見つけてきて出てもらえませんかみたいなことでやってんのぐらい、なただの普通の素晴らしい女優さんやけど、ある一個のニュースというか、ある一つの記事からガーッてやりはったらしい。実際にあったトラック運転手がいるところ、パーキングにどうですかって体を売りに行く女っていうところをガーッとこうしはったみたい。ということで、作品賞は三崎の兄弟、ありがとうございました。いや、人が作り合ったもんを見て勝手に何してんねんよ。まあまあね、でもこれがだからいつ配信されるか分かりませんが、私また、ちょっと長い1週間というスパンでパジャマを着ますんで、またね、いや、それはまたね、第1回人工股関節映画賞です。そういうことですか。そういうことです。そういうことです。はい、そういうのですので、またですね、ぜひ皆さん、第1回人工股関節映画賞でお会いしましょう。本当に映画って素晴らしいですね。